皆さんこんにちは2023年ここが出た管理業務主任者本試験の回答速報を始めてまいりますえっ、ー、と私が担当しますのは、えー、規約あとは契約書でそして適正化法とあと一部その他法令ですねお話ししていきたいと思います、えー、担当はレクセン人工士の有山ですどうぞよろしくお願いいたします はい、えーと、ではまず皆様、えー、2023年のですね、管理業務主任者試験ご受験された方お疲れ様でした。 まあ今、こちらの動画を見ていただいているタイミングはおそらくあのまあレックも含めまして各社あの資格予備校からですねまあおそらくこの世界番号なんじゃないだろうかっていうのがまあ出揃っているかと思いますがご自身で採点をされてねあの何点だったっていうふうにまあ多分、丸つけをされていると思うんですけれどもおそらくまあ皆さんが今、こちらをご覧いただいている時に一番気になるのが。 合格予想点何点なのっていうのがね気になるかと思うんですけれどもあの大変申し訳ないんですけれどもこちらの動画を撮っているタイミングがもうあの。 まあ、試験が終わって数時間後に、ね、パッと取っておりますのでまだちょっと統計が揃っていないところになってしまうのでもう本当個人の感覚になってしまいますからちょっとこの時点で難点というのは明確に申し上げられないんですけれども、まあ、でも皆さん気になっていると思いますので、まあ、若干ではありますけれども私個人的な問題をばっと解いてみてですねあのどれくらいの難易度だったかというのをまずお伝えしておきます。 えと前半部分に関しましては比較的解きやすいものがま多く続いていたかなというような感覚です。まあ、とはいえうーん多分解かれててねびっくりされたと思うんですけど個数問題とあと組み合わせ問題が圧倒的に多くございましたので、まあ、その意味において少し難易度が高いだから内容自体聞かれてる内容がものすごくこう難しくって初めて見たとかこれどこに載ってるのっていうのは。 まあ、あまりないと思うんですよ。まあ、強いて言うんだったら、あの問いの十七番で急にこう。 臭立ちしている方の、ね、シルエットが出てきてっていうのはちょっとあったか,のあったかなと思いますけれども他は基本的にはあ,のある程度過去問ですとか、まあ、問題集で見たことがあるかなっていう問題が多かったと思いますなのでその個数問題そして組み合わせ問題がどのように、まあ、作用してくるかっていうところかなというふうに今考えているんですけれどもん。 出題の内容自体はある程度取れると考えられるでも、まあ、出し方がちょっとこう癖がある。だからそこで言うと、まあ、例年… 道理かややややあの下がるかなっていうのをあの現時点では考えております。で私が担当いたします、えー、と規約と適正化法に関してなんですけれども、まあ、できればね1問ずつ触れていきたいところではあるんですが、まあ、そういうわけにもいかないので重要そうなところと、まあ、個人的に気になった部分についてお伝えしていきます。えー、まず、えー、と全体合わせてなんですけれども えー、契約書関連ですねが問いの5から問いの8まで続いていたんですけれどもここで個数問題が、えー、とまず問いの8ですねお手元に問題冊子ある方は問題冊子の6ページのところに、えー、標準管理委託契約書ございますけれどもこちらがまず個数問題ですねで組み合わせ問題が、えー、とページで言うと3ページの問いの5 あと5ページの問いの7この2つがね組み合わせ問題だったかなと思いますねでまあせっかくなんでこの契約書のところからいきましょうかねまず契約書関連でいうと,、えー、と問いの5 3ページ問いの5不適切な記述のみをすべて含むもの か、えー、から4のうううちどれでしょうかということで、まあ、これ結局あ、e、u のすべての記述について適切なのか不適切なのかっていうのを一個一個判断してこないといけなかったっていうことなんですけれどもまあ現時点での、あのー、私たちの判断としましては、えー、と問いの5については4番のすべ、えー、て不適切なんです ではないかすべて不適切だというふうに判断しておりましてでこの中で、まあ、ちょっと見ていきますと例えばそうですね「うんい」の内容「い」いってこれ管理員が常に立ち会うことを言いますよというふうに言ってるんですけど、まああのー、標準管理委託契約書のところの立ち会いの、ねあのー、義務のところ立ち会いの条文のところがあるんですけど、まあ、そこを見ると別に常に。 もうどんな時でも常に立ち会ってあのチェックをしてなさいねっていうねそういうのを求めているような規定はございませんのでんまああのー、不適切というふうに判断していいんじゃないかなと思いますねで次にうの記載の内容ですねうに関してはえっ、ー、と標準管理委託契約書の中に その長期修繕計画案の作成業務もう一緒に含めちゃってやるんだったらやってねっていうふうに「う」の内容だと言ってるんですけれども、まあ、これに関して言うと別表第一のところを見,見ていきますとその長期修繕計画案の作成業務と、まあ、あとは劣化状況と把握するための調査診断を実施した上でその結果に基づいて行う計画の見直し業務に関しては 元の契約本契約とは別の契約別個の契約とするっていうことになっておりますからうん、元の契約に含むものとすることが望ましいっていうのは、まあこれは不適切な記述であるというふうに判断してよかったんじゃないかなと思いますね。はい、そして次ですね次がね、問いの七、えっ、ー、と問いの七が五ページですかね。まあこれはすべての選択肢をさらっていくというよりも、まあ一個のうの内容ですね。あごめんなさい失礼。いの内容 委の内容だけ見ておきたいかなと思うんですけれども委って結局、まあ、滞納している方がいるわけじゃないですかで滞納している方がいたら、まあ、基本的にはその管理業者がですね督促は行う行うんだけれども、まあ、やっぱり、あのー、どうしても払ってくれないってことも想定されますので、まあ、それでも組合員の方払ってくれなかったらそこの時点で 管理業者はその責任を、まあ、免れるものとしてその後、まあ以後の,その収納の請求に関しては、えー、基本的には管理組合がだから公が行っていくものとするというふうに言ってますから以後は管理組合がやっていくんだというふうに判断するわけですね。はいまあ、これも組み合わせ問題だから結構大変だったかなと思うんですけれども問いのごと問いの7は同じような、ね、あの出し方形式としては同じような出し方で来ていましたよね。はい、そして次 えー、標準管理規約ですね標準管理規約はうん、そうですねんまず大枠からいきましょうか標準管理規約はまあ、全部で7問程度ねありましたけれども個数が遠いの1027そして3537とまあ、ちょっとごめんなさいえっ、ー、と今バーッと数えたのでもし抜け漏れがあったら恐縮なんですけれども個数が4個あの出ていたような形ですうーんその個数がどれくらいねその 得点に作用してくるかっていうのが気がかりなところなんですけど内容そのものに関してはちょっとうってなるところはあったんだけれどもある程度ね食らいつけたんじゃないかなという風うに判断しておりますえっ、ー、とまず問いの10からですね8ページ問いの10はい8ページの問いの10は適切なものいくつありますかっていうこれまた個数問題なんですけれどもそうですねじゃあ上から順に行きましょうかまずあについてはあの広告等とか あとは看板等について、まあ、設置しましょうとでだから第三者に設置させる場合って結局そこのスペース貸してあげることになるんだけれどもこれですね16条の2項のところに総会決議を経て、えー、第三者に使用させることができますよっていう記述が記載があるんですね。でさらににそのコメント2のココメメンントト見に行きますと まその対象となる第三者に使用させるっていう対象となるのは広告等や看板等ですよっていうふうに具体的に書いてありますから、まこれは適切というふうに判断して良かったかなというふうにま思います。で次えっとイ、e、ですね。E はえ柔軟な料金設定を行うこともま考えられますよっていうことなんですけど、これねそのまんま15条のあのコメントの9番のところですね。丸九のところにま例えばその利便性とかあと機能性 の際やっぱりマンションのその駐車場っていうのをまあ具体的に考えるとっていう話なんですけどちょっとねあの不便な場所のあるわけですよ。でこっちの方が便利だなってでそういう時にちょっとこう値段を変えるとかねあとどうしてもここを使いたいんですっていうような方がいるとか、まあ、そういった場合には。 委の記載の通りではあるんですけれどもその使用量について17設定を行うということもまあ考えられますよねというふうに、まあ、そのまま言っておりますから担当方のところでね、まあ、これも適切というふうふに判断しますよ次にウ「う」は、えー、町内会等々の,、ね、あの要は障害業務に関しては、えー、32条の、ね、11号のところにドンピシャで書いてありますので、まあ、そのままあのーえー、適切であるというふうに判断しますね。 で次の絵,絵がちょっと悩ましかったと思うんですけれどもその配管の清掃については、えー、21条関係7のところにですね、えー、27条3号の共用、えー、の設備の、えー、保守維持費として管理費充当が可能であるというふうにまあ書いてあるわけなんですね。でねそこにまあ続いていててるるものとして、まあ、可能であるが、その配管 配管の取り替え等にかかる費用のうち、専有部分にかかるものは、その当該専有部分の区分所有者が実費に応じて、えー、負担すべきであるっていうふうに続くんですよ。ということは、配管の取り替えに関しては、その専有部分の区分所有者が実費で負担すべきである。でも配管の清掃等は その共用の設備の保守維持費として管理費を充当することが可能だというふうに判断していくでもしかしたらなんですけどこの絵があれなんか配管で有部分のところにある配管はこれ確か区分所有者が負担するんじゃないか ってちょっとなってしまった方はおそらくその取り替え等にかかる費用は実費でいきましょうねっていう部分を頭の中で呼び起こしてしまったんじゃないかなっていうのがちょっと考えられますねはいそして次ですね次がねちょっと飛ぶんですけれども、えー、と規約がね少しこう飛んでおりまして28番かな問題冊子だと20ページの問いの28、はい、問いの28ですね。 私た問いの28も、ね、規約の担当型なんですけれどもあの適切なものを探してくださいねということで、まあ、現時点では1番が適切だというふうにあの私たちは判断しているんですけれども1番ねあのご自身で見ていただくとなんかペットの飼育を禁止にしようかって話になったようなんですね。で同居しているペットの飼い主である甥いっ子が代理人として議決権行使って言ってるんですけど。 もしこれちょっと引っかかってしまった方いたらおそらくあの、賃借人とかが、えー、集会に参加して、まあ、意見を述べることができるでも議決権を行使することができないっていうのとさっと読んでて読み間違えてしまったのかなというような気がします。でも、これってこの足の一番って何を言ってるかっていうとペットの飼い主かどうかじゃなくてあの同居しているおっ子だっていうことが大事なんですよ。つまりこれ えと46条のところなんですけれども同居する親族は議決権行使の代理に行けますよねだからそこの部分をちょっと読み間違えないようにあのしていただきたかったかなという問題です、はい、そして次36番、えー、と36番がですねページが26ページですねあの問題冊子の26ページの問いの36ですね。 これれもも担当型ですけれども適切なものはどれかという問題で適切なのはですね現時点で、えー、と4番が適切であるというふうに考えておりますけれどもその玄関扉の改良工事をしましょうというような問題ですねでさらに続けて見ていくと住宅の性能の向上に資するものだとでこれポイントかなというふうに個人的に考えているのが、えー、と足の4の2行目計画修繕として これを速やかに実施できる場合っって言ってますってことはその速やかに実施できる場合とできない場合っていうのがあってで、まあ、見に行きますとこちら22条のところの22条2項にですね速やかに実施できない場合は区分所有者のまあ責任と負担によってね行うことができますよっていうふうに言っている。ということは今回は速やかに実施できる場合。 速やかにに実施できるんだったらそれに関しては管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するっていうふうに読めますよね。ということからまあ4番が適切だというふうに判断しますけれどもうん、まあ、ちょっと悩ましかったかもしれないんですけどただあの足の1番から3番にかけてはある程度あの今までまあ学習されてた 内容かなぁとも思いますので、まあ一二三不適切でなんとかなんとか切れると良かったんじゃないかなというふうに考えております。はい、そして次えっ、ー、とここからがですね、ちょっと規約というよりもっていう話なんですけど、その他法令系まあざっくり言っておりますけれども、あの結構いろいろなバリエーションでね今年出てきまして、えー、まず住宅品質確保法でしょう。だとちょっと統計ありましたけれども、個人情報保護法。 で賃貸住宅管理業業業法、宅建業法。法宅どうですかね。あのー、住宅品質加工方法や宅地建物取引業法に関しましては例えば宅建の,あの受験経験がある方とかは、ね、あのご存知だったかもしれないですけどただ、ね、ちょっと宅建業法とかがうーん若干とっつきにくいと言いますか解きにくい。 ような感じの部分もありましたのでもしかしたらここで若干失点をしてしまっている方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうには考えています、まあ、ちょっといくつかいくつかといいますかご紹介しておきましょうかね問いの41、えー、と問いの41ページがですね30ページはい30ページ問いの41が品質確保法なんですけどこれはねいけたと思いますあの住宅品質確保法ね 不適切なものを探してくださいっていう問題ですけれども不適切なのは、えー、と3番ですね、3番ほら新築住宅の定義のことを言ってますけど新築住宅っていうのは、えー、工事完了の日から起算して2年なんですかね、1年経過してないものを、ね、言いますよね。 まあ、そこくらいい、ですかね。はい、そして次そのまますぐ下の問いの42個人情報保護法ですね。個人情報保護法はもしかしたらあんまりこうしっかり対策してらっしゃらない方もいたかもしれないんですけれども。うーん。 まあその個人情報データベースとかね個人情報とかあと個人情報を取り扱い事業者とかの言葉の意味のことを2、3、4と聞いてきていますので、まあ、そこはちょっと知識でいくしかないかなで、えー、と最も適切なものとしてまあ考えられるものは1番なんですけどちょっと一応ね、ねあのー、サクッと触れておきたいのが足の4番足の4番見ると、えー、組合員名簿は個人情報データベース等に該当しませんよって言ってるんですけれども。 50音順とかでこう一定のまあ規則性があるような形で整理すると3行目後半にも書いてありますが容易に検索をすることができるるる。ようなな形ににっている可能性ががあるで容易に検索ができますよってなるとそれはもう個人情報のデータベース等ということになりますのでなんとなくほらデータベースって書かれてるとなんか。 まあ電子計算機パソコンのデータとかになっててあのコントロール F とか言ってなんか検索みたいなねできちゃいそうなものをイメージされるかもしれないんですけど別にそういう電子的なものに、まあ、限らずさまざまなものでですね一応個人情報データベース等っていうのはま定義がありますから紙媒体とかであったとしてもあの場合によっては個人情報データベースにまあなるということなので、えー、不適切と、まあ、該当する余地があるということから不適切というふうに判断しておきます。 はい、えー、とそして次、ですねこれはちょっと免除科目なんですけれども、どうですかね、あの多くの方が、まあ、あの先にマンション管理士受かって、次に管理業務主任者という方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、あの46以降も解かれた方、多かったんじゃないかなと思います。えー、と46以降が適正化法なんですけど、今回一応触れておきたいのが48、えー、ページでいうと35ページですね、問いの48。 問いの48適切なものいくつありますかということなんですけどあちなみに適正化法はですねまあ、46から50の5問あるんですけど個数が3つで組み合わせが1個ですね個数はやっぱりちょっとん悩んじゃった方は多いんじゃないかなと思います48の意糸絵が適切なのでまあ、2番がね正解だというふうにこちらでは判断しているんですけれども例えば絵の内容 絵は別にあの引っかからないと思うんですけど管理業務主任者重要事項の説明するとき相手方からの請求の有無にかかわらず、えー、管理業務主任者書を提示しなければならないというのはもうその通りですよね。だから,あのほら重要事項の説明のときには見せてって言われなくても必ず見せないといけないですから、まあ、ここは、ね、ぜひサクッと言っていただきたかったかなと思いますね。でまあ、意に関しししてはは重要事項を記載した書面は必ず交付ななければなりませんので まあ、あのそのまま適正化法の72条の、ね、内容でいいんじゃないかなというふうに判断してます。そして次 49, です、ね 49, えー、と49は管理組合 B から管理業者の A がお願いされてるっていうケースなんですけれども、まあ、これが組み合わせ問題でしたね。でこれはあの財産のの分別管理の話なんですけど まあ、やっぱりい、e、いローハー方式とかのことはしっかり押さえておいていただきたかったかなと思います。あが、えっ、ー、と e 方式のことを言っていて、e がロー方式でしょで、うがは方式のことをね言っておりますので、で、例えばうの内容とか見ますと、反方式に関してはあのー、保証契約自体不要とされておりますよね。だから、u の o 3行目とか見ると有効な保証契約締結していないって言ってますけど、別にこれ？ 違反するわけでではないですからまあ「う」が違反しないで他の「あ」と「い」は、まあ、これは違反するというふうに考えますと、まあ、結果として1番が正解詞になるというふうに判断できるかなと思います。はいでは、えー、とあっという間ではございましたけれどもんまあ私が担当したところで言うとやっぱりちょっとね個数問題が多かったりして、まあ、若干悩ましいところはありました。ただ 基本的にはそのしっかり過去問等を、まあ、分析しながらやっていただいたりしていると見覚えがあるものが多かったようにも考えられますので、まあ、その点において、まあ、例年よりもちょっと難しかったかなと論点自体はうわ、これ斬新っていうのはね、そこまで多くなかったんですけれども、まあ、やっぱりね、ちょっとこう出し方 が、一癖二癖あったかなというふうにあの現時点では考えております。まあ,あのマンション管理試験からね、ずっと受験をされてきた方もいらっしゃるかなと思います。で、大変ね。お疲れのことと思いますので、まあしっかりご自身の努力をねぎらっていただいて、まあ今日はね。あのゆっくり過ごしていただきたいなと思います。また、明日からあのいつも通りの毎日がね。戻ってきてしまって、皆さん大変かと思います。けれどもまあ応援しておりますので、ちょっと合格発表までそわそわねした日が続くかなと思います。けれども。 まああのまあ、気分を入れ替えて、えー、新しいことにチャレンジしていただいてもいいですしもう一回、ね、あのちょっと今年点数振るわなかったなという方は、まあ、早めに復習をしていただきまして新しい一歩、ね、踏み出してていいいたただきたいかなという,ふうに考えております、はいえー、とそれでは2023年、ここが出た管理業務主任者本試験の回答速報、えー、と規約と適正化法等ですねは以上で終了です。皆様様お疲れ様でした